どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。頑張れ吉野部くん、いきます。練習、そうですね、とりあえず選手が多い方がいいという話なので、これもちゃんと走塁コーチもいるから、ここはちょっとダッシュしようかな。うん、走塁もそこそこ開けた方がいいと思うんだよね。ある程度開けとくべきだと思いますね。こんばんは。はい、パワフルスポーツの時間です。おい、この番組好きなんだよね。巨人の試合さあどうだった。1軍8回まで無安打完封、いいね。最後連打されて1失点するものを完投。はあ、次元が違う。やる気下がっちゃうのか。碇君が活躍すればするほどこっちの調子が下がるって、なんか嫌だな。うん、だ逆に言えば碇君が調子悪ければこっちの調子が上がったりとか、そういうことあんのかな。そんな皮肉っぽいことあんのかな、世の中。ちょっと嫌ですけどね。そしたら走力も F にしとこうかな、とりあえず。結構ガッツリ能力使っちゃうな。コツとかあればいいんですけどね。まだこの時はコツがないのかな。休みます。体力回復。おい、ゆっくり休んで。寝れないパターンだこれ。うわ、クビになる決まってる。気になって眠れない。マジか。あ、でも疲れ取れなかった。やる気も下がんの。やる気下がんのきついな結構。おい、いたた、あら、あれ、ごめん、大丈夫。なんか見たことあるようなこの子。うん、病院行く。いや、ちょっと見せてみて。うん、痛いんかい。ちょっと早く行こうよ、病院ね。なんか見たことあるような。葵ちゃんのに見えなくもないけど。ああ、そうそう。お兄さん、スポーツやってんの？うん。はい。プロなんてどれくらい？ 4 年目です。まだ2軍だけどね、全然。ああ、全国の野球人口500万。支配下選手で、800人。そうだよね、確かに。国内出身。ああ、野球界の頂点選びの精鋭。嬉しいね、そう言ってくると。パワー大好きなんだ。おー、いえ。うん。じゃあ一つだけど、今度僕と遊び行こうよ。僕っ子なんだね。入江誠、男の子なのか女の子なのか。誠ちゃんだから女の子だろうな、多分。はいはい。はい。あ、今日お休み。ファンとの交流会。そうだね。女性ファンはまだ切り替え早いな。二軍。誰か見に、あ、でも結構人集まってる。それよかった。うん。はい。特に女性になるべく後編頼むよ。そりゃそうだ。うい。サインお願いします。はいはい。いいね。これにサインして。お安いご用だ。ので、これにサインするのです。喜んで。さらさら。ふむ、どう、おい、待て。おい、嘘だ。おい、同意書って何のことです。はじめまして。私の名前は大丈夫博士です。スポーツの医学の専門家なのです。だから。あら、大丈夫博士じゃないの。久しぶり。あららら、加藤先生。うん。そういうすごい有名な先生。ちゃんとした医療をすればね。なんだよ。サイン会にこれサイン。手術同意書に、ちょっと待って、大丈夫かな。手術、治療、手術って何の手術だよって話だけど。またその時ね。わかった。うん。また会いましょう。またあれは、あれってなんだよ。怖い。うん。厄介なこと起きなきゃいけど。ちょっと待って、俺大丈夫。手術の同意書を書いちゃったけど、勝手に。待って。いや、怖い。クーリングオフしたいんですけど、どうも。勘弁してよ。いや、契約だから。同意書だから、クーリングオフとかないんだけど。さあ、マリーンズ。試合しましょうか、じゃあ。うい。始まるレフト。おついに、はい、スタメン来たか。やったね。頑張りましょう。お、期待してる。嬉しい。監督に期待されてるんだって。能力上げましょうか、じゃあ。何か上げられるもの、パワーしか上げられないな。やっぱ技術ポイントがないときついんだろうな。試合行きましょう、もうこのまま。はい。さっき、前回よりかは若干強くなったよという。まあ、前回はね、たった1打席で終わっちゃったっていうのもあるんですけど、まあ、今回もっと頑張ってやっていきたいと思います。行きましょう。2010だからもう今となっては6年前ですよ。今年が2016なので。どんなもんなんでしょうかね。行きましょう。チームとしてはまあまあといったところでしょうかね。1対0。おい。ノーアウトランナーなしで。よいしょ。またショートゴロ？あんまりなんか強振しない方がいいのかな。なんかすげえショートゴロが多い気がするんだよな。よし。あ、ワンアウトランナー丸来た。行きましょう。ここは頑張んないと。強振すっか、一気に。うい、オッケー。よく見た、俺。しっかりフルスイングするよ、ここは。よいしょ。どうだ。よっしゃ、抜けた。オッケー。センター前。はーい。初安打です。そして同点のセンター前ヒット。これ素晴らしい。いいね。そして逆転。あ、おー、いいね。チーム勝って。ワンアウトランナー一、二塁。ピッチャーはナスの。あ、バカ。やっちゃった。意外とこれ、足遅いから。嘘、そっちにアウト、せめて進塁打にしときゃよかったけど。強振しない方がいいかもしれない。もしかしたら。行きましょう。はい。
でも今日1安打で1打点ですからようやくね。よいしょ、どうだ、センター前来たー。パワーがないからまずは先頭、どんどんちょっともうヒットでもいいからどんどん出ましょう。やっぱあれだね、1打席だけっていうわけじゃなくて、何回かこうチャンスがあった方が気は楽ですね。いや、よかった、満塁のチャンスで打てて。これちょっと評価上がるんじゃない、少し。1安打ですし、4打数2安打1打点。ねえ、はい。やったね。これ結構でも能力上がるんだね、やっぱり。で、監督の評価もちょっと上がった。はい、いい天気でよかった。あ、ガンダー。うん。調子よくない。何して遊ぶ？じゃあこのボール取って、はい。ビュン。たたたた。すごい勢いで走ってたんです。お、戻ってきた。あ、いいね。ちゃんと押し付けが。ビュン。たたた。お、ちょっと曲がったディアンスが見事キャッチしたディアンス。あー、偉いね。腕の振り良くなった。え、なに？お、ギースポイント。やったね。やる気も上がる。これ嬉しいでしょ、結構。やる気上がったりとか。ちょっと能力アップしていきます。弾道は3にする、まだ3にする必要はないと思うんだよな。パワーの底上げもあるかなと思った。エラー回避って、まずはパワーかな。まずはパワーを上げていくことが大事だと思うんで、ちょっともうちょっと、筋力アップ。あ、でも待って、今、ちょっと待って、お出かけして、ここデートしよう、少し。うん。ゆきさんとまことちゃん。じゃあこれ、あ、ゆきさんと行こう。うん。ほい、ピ。はーい。吉野部だけど、明日の夜8時まったり公演。おー、はい。あ、向こうから誘ってくれるんだね。なんだかんだ。あー、全世界オープン。なるほどね。あー、プロアマとは世界中の競合。すごいね。あれじゃダメ。あー、もちろんそうだけど。俺から見たら十分。自分に甘えてはダメ。なるほど、なるほど。おー、白井由紀16歳、ここに使用技も、おー、すごいですね、将来の夢は？おー、有望ですよ。あー、いろいろ言われるんだね。うわ、いや、きつい。白井、期待を裏切りさ、いや、34位と言われるとすごいんだよ、本来は。日本中で34位なんだからね。あるいは世界でもね。うーわー、きそうになってないね。うわ、ひどい。うわ、泣いても笑っても同じ結果同じ。確かにそうかも。でもさ、どちらにせよ結果同じなら笑ってた方が楽しいよ。お、ゆきちゃんも笑うと、ちょっと可愛いと思う。言うね。ああ。もう帰るわ。いや、ちょっとなんかこう、なんだ、ちょっと思わせぶりな。うわー、なんだこの表情。笑い方忘れた。うわー、ちょっとかわいそすぎるでしょ。笑い方を忘れた女の子ってどんだけ、あ、イカリ君、私服かっこいいな。ちょっと羨ましい。誰だ君は。俺は吉野部だ。二軍に試合ないよ。僕は、くっそ、ムカつく。イカリ君、なんてことを言うんだ、この子は。二軍に知り合いはいないよなんていう、そんなことがあんのか。負けらんねえな、ちょっとこれは。ちょっと休憩しよう。あの、密通路ってあったっけ？資料室。ちょっと行ってみようか、資料室。何かあんのかな？部屋がある。過去の野球の資料がいっぱいある。そうね、勉強するに、野球の勉強大事だからね。うん。おー、疲れてると、あ、それは嬉しいわ。なるほど、なるほど。いろいろあるんですね、時々。はい、練習。お、はい。チカちゃん、どうしたどうした？お仕事お仕事。取材ね。今の調子。絶好調ですよ、今。うん、腕立て伏せ。はい。あー、どうだ。うおりゃーっていう。すごいスピード。おー、いいね。やりましたよ。あー、疲れた。やったんだね。まあ、筋力ポイント上がるんだったらいいけどね。さてさて、結構上がるんじゃない？これでパワー。一段階は上がるだろう。80。来た、D。結構これで。で、ミートも上げといた方がいいですかね、徐々に。ちょっとずつ上げていくに越したことはないでしょう。で、そうだな、練習で誰かいるかな？ 35% はちょっと怖いんだよな。メンタルで、育成コーチにも見てもらおう。うん、少しね。はい、頑張ってますよっていうところを見せたい。ぜひ。お、あれを見るでやんす。あ、あの女子アナだよね。生細身。あ、現役キャスターだよね。はい。細川美優、略して細身。なるのね、細身。月とスポン、東京ドームのミジンコ。あなたの名前は？矢部明オディアンス。あなたじゃなくて、吉信って言います。そう。あなたたち二人取材受けてみない？おー、注目選手。ぜひぜひ。では、今の目標。モテたい。夢になりたいディアンス。チヤホヤされたい。うわ、もう、煩悩の塊じゃないか。ねえ、バシッと決めるぞ。必ずチームを日本一にします。その次はミユさん。俺にヒーローインタビューしてください。おー、ええ、頑張ってね。おー、言うね。吉信、ちょっといい？あなたに興味がある。番号ジェルから、おっとー、なかなかちょっといいじゃないですか。結構女の子多いな。お、どっか、何？あ、うっ、バタ。ぬぅ、あ、監督。吉信か。考えとして気づ、え、考え事何？ああ、悩み、はいはいはい。
そうだね、確かに言われてみれば確かにそうだよ。監督の決断はもう重いですから、常に孤独。わかるか君。我が悩み貴様に理解できるものかと。しばらく説教。嘘、やる気も下がる。監督評価理不尽すぎるでしょ。俺悪くないもん。マジか、そんなこともあるんだね。ちょっと休みましょうか。お、バレンタインチョコいただきます。うまいっつっていいね。あ、ランニングで行こう。ドスドス。何ドスドスって。うっうって言っちゃった。あーもうやだー、もうこのフォルムは見たくなかった。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。